ベネツヤとその方は、イタリアのベネツヤの世界遺産登録物件名。ベネツヤは、5世紀頃、ゲルマン族の侵入から逃れるために、当時、湿地帯でに町を作ったのが、始まりと言われている。その後、海洋貿易での立国を目指した。十字軍の遠征による権益の拡大。ジェノバ共和国との戦争で繁栄は最高潮を迎えた。また、ルネサンス時代には、 ベネツィア派と呼ばれる画家を輩出した。アドリア海の女王と歌われた、ベネツィアも他のヨーロッパ諸国が地中海貿易に進出するに至った上に、大航海時代が始まり、アメリカ大陸や日本の発見などによって、貿易の中心が大西洋や太平洋といった外海に移ったことによって、衰退に向かう。18世紀には1年の半分をカーニバルで過ごす陥楽のと溶かしてしまった。 ベネツィアの町は100以上の島々がおよそ400の橋と150を超える大小の運河で結ばれている。型の上になるベネツィアは常に治水対策が重要課題であった。近年は丸太の杭を型に打ち付けてそれを建物の土台にする工法の最大の欠点と地下水の汲み上げによる地盤沈下が大問題となっている。さらにそれに追い打ちをかけるように地球温暖化による 海面上昇により、水没の危機にさらされている。ベネツィアの中心街にある建築物以外にも、ベネツィアングラスで有名なムラーの島、レース網で有名なブラーの島、島全体が墓所となっているサンミケーレ島も、世界遺産物件として登録されている。文化遺産の登録基準をすべて満たしている。サンタルチア駅前からボートで、カナルグランデを降り、アドリア海に出るところにある広場。 ベネツィアの表玄関で町の中心、ナポレオン・ボナパルトが世界で最も美しい広場と評したと言われている。ベネツィアの代表的な建物、ビサンティン建築の代表的な建物でもある。もともとは、聖人、マルコの意外を治めるため旧世紀頃に建造。11世紀に改築が始まり約400年かけて、現在の形になった。聖堂内は、 ビザンティンとロマネスク様式の混合したモザイクで飾られている。ドゥカーレ宮殿ベネツィア共和国時代に総督皇帝として使われていた。もともとは要塞であった。しかし火災での炎上などにより何度も改装されて15世紀頃に現在の白の柱とピンクのタイルが印象的なゴシック建築物となった。内部には歴代のベネツィア総督の肖像画など、 たくさんの絵画が飾られている。特に2階の代表技術にあるティントレットの油絵、天国、ベロネーゼのベネツヤライさんは有名である。ドゥカーレ宮殿の裁判所と監獄を結ぶ橋は、ため息の橋と呼ばれている。カナルグランデは、世界で最も美しい通りとも呼ばれ、運河の両岸には、ロマネスク、ゴシック、ルネッサンス、バロックと、様々な様式の建築が立ち並ぶ。 リアルト橋への字のような形が特徴。長さ48メートル、幅22メートルで、通路は階段となっている。アントニオ・ダ・ポンテの設計で1591年に完成した。ミケランジェロが設計したという説もある。石像で白い巨像とも言われた。フランケッティ美術館は、またの名を、可動炉と呼ぶ。マンテーニャの聖、セバスティアヌスが所蔵されている。 ベネツィアの北東約2キロメートルにあるムラーの島はベネツィアングラスの産地として有名である。ベネツィアの主要な輸出品であったガラス工芸品の作成技術を他の国に流出することを恐れたベネツィア政府がムラーの島に職人たちを集めたのが始まりと言われる。現在でも100を超える工房があり見学も可能。ベネツィアの北東約9キロメートルにあるムラーの島は レース式の工房があることで有名である。また島は漁師の島としても有名で、海から自分たちの家が判別しやすいようにカラフルなペイントが施されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ユーロスターイタリアでローマからサンタルチア駅まで約4時間半。 ミラノからサンタルチア駅までは約2時間40分。本土のベネツィア・ゲステッセラ空港から水上バスバス利用。ありがとうございます。